パリサンンジェルマン最新ニュース W 俳優賞リオネル・メッシ、パリ・サンジェルマンと、役延長へアルゼンチン代表としてカタール、ルドカップを制したフォワード・リオネル・メッシに、う一つ嬉しい話題が持ち上がった。今シーズン、PSG は、ダゾン・フォード・コモで、いつでもどこでも簡単主張フランスし、パリジャンが報じたところによれば、目。 はワールドカップ期間中に所属するパリ。ジェルマン・ PSG との契約延長に合意していた。EU まだ書面に正式なサインはしていない。今期末までの契約を最低でも1年延長するみ。みとなった。現在、選手本人が母国アルゼンチに戻っているため、ワールドカップ後の休暇。終えてパリに戻り次第新たな契約に際。 することになるだろう、ただ、年俸は4100万ユーロ。58億円ほどドットフォワードキリアン・エムバペの7200万ユーロ。約101。円の約半分だ。それでも2年でパリでの生活を。得てバルセロナに復帰する選択肢は考慮さ。なかった、対談時にジョアン・ラポルタ会長。フロント陣との関係がこじれているといい。ラにかつての10番を迎え入れるための十分な。 3がなく、古巣への帰還は実現しなさそうだ。1、メッシが検討したのはデイビッド・ベ。カム氏がオーナーを務める北米 MLS のインテル。マイアミからの誘いだったと、ルパリジャ。紙は伝えている。PSG 在籍2年目の今季、メッシ割。グセンで13試合に出場して7得点10アシストを記録。テール、自身5度目のワールドカップでも全7試 二フル出場して、花得点三アシストと圧巻のパフ。マウスを披露した、昨季のリーグ戦が26試合。バロク得点一五アシストだったことを考えると、復活。理は明らかだ。クラブでも代表でも好調なプ。を続けるメッシを見て、バルセロナ陣営は。待って放出してしまったことを後悔していい。に違いない。両関連記事。